こんにちは、副業サポーター堀秀夫です。今日はトーマスクック破綻とね、旅行好き、しかも昔から割と旅行した人は、トーマスクックのサービスは何らかの形でね、使ったことあると思います。私も28年前ニューヨークに行った時、トーマスクックのトラベラーズチェックを持っていきました。そのトーマスクック破綻しちゃったと。8年ぐらい前にもね、もう危ないということで、ただ、歴史ある企業ですしね、知名度も高いし、支援に入ったり、スポンサーになる企業が見つかったりしててね、ルフトハンザやら、結構大きなところが入ったり、最近だと、破綻直前には、中国のね、不動産会社、9億ポンド。1兆2000億円ぐらい、だから売上と同じぐらいの支援をするというのが、決めたばっかだったんですけど、さらにわずか、2700億円足りないと、わずか2700億円ってこともないですけどね、足りないということが発覚して突然死、そして、トーマスクックの手配した15万人が今旅行中なんでね、その人たちを帰国を助けるためにイギリス政府によるマッターホルン作戦が発動したと。すごいですよね、マッターホルン作戦で。現在このマッターホルン作戦のために飛んでる飛行機が世界最大の飛行グループになっているというぐらい大規模な、破綻が起きました。すごいね、歴史ある企業で、確か創業178年って書いてありましたけど、トラベラーチェックを発行したのもね、トーマスクックですし、あと団体旅行の発売を、初めにしたのもトーマスクック、ね。しかもこの販売したものがね、1851年に開催された世界最初の万国博覧会、第1回ロンドン万博とか、あとね、電車好き、ヨーロッパの電車乗る人とかには、馴染みの深いこのトーマスクックの、時刻表。当然 JTB の時刻表もこれをモデルにしてると。JTB のビジネスモデル、なんたって、最初の旅行代理店なんでね、その後できた旅行代理店は全部、トーマスクックのモデルを、参考にしてるっていうか、パクった、やり方になってると。で、日本人がね、 JTB が破綻するって考えにくいと思うんですけど、同じようにイギリスの人もトーマスクが破綻するっていうのは考えにくかったと思います。だからこそ15万人、もう今旅行で利用してて、マッターホルン作戦なんですけど、旅行代理店が儲かんないのはね、重々分かってることですし、今までの動画とかでもね、言ってましたけど、こんだけ歴史あってでかくてもね、突然死するんだなっていうのがなかなかの驚きでした。で、旅行代理店儲かんないって話はいいとして、そういえば JTB ってね、確か昔就職人気ランキング高かったよなと思って、今どうなのかなと思って調べたらね、なんと今も文系には大人気ね。で、これ見て、何ですかね、笑えるって言っちゃ失礼ですけど、笑えるんですけど、1位 JTB、 2位、全日空、3位東京海上火災、4位ソニー、5位日本航空とね、バッチリ、旅行関係とか世界と競争するのがね、こうずらっと並んでいて、しかも成長の見込めない旅行業界が人気とね。これ日本の学生驚きのビジネスセンスだなと。学生なのか学生の親なのか、あるいはね、就職指導の先生なのか知らないですけど、旅行代理店や航空会社は儲からないし、競争相手は世界中の企業だと。30年後にね、無事存在する可能性は宝くじを当てるぐらい低い。名前ぐらい残ってるかもしれないですけどね、来年とかね、新卒で入って、で30年後にね、無事リストラもされず、ね、外資に吸収されてね、首切りも合わず、安泰、ね、定年まで勤められるという可能性は、ほぼねえだろうというのが予測できるんですけど、でも就職人気、1位と、ね、びっくりって感じですね。ちなみに JTB も ANA も JAL も、トーマスクックと同じ 1兆3000億円ぐらいの売上規模、ね、1兆3000億円っていうのは、別に安泰な規模じゃないと。いや、むしろそれ以上成長できないってあれば、危険な水準とも言えるという売上なんでね、
どうなんでしょう。まあでもね、まあ、この動画を見てる人が JTB とか ANA とか JAL、ね、就職するか、就職できるか、働いてるかと言ったらね、そんなこともないんで、まあどうでもいいんでしょうけど、まあ、もとい、ね、そんないい企業じゃないけど、ね、仕事は楽しいよという人はまあ OK ですけど、いやいや、仕事きついのにね、給料あんま良くねえんだとかね、まあ、仕事は楽だけど、まあ、会社は成長しねえだろうなという方はね、このまま行くと、まあ、不測の事態が起こるかもしれませんので、今のうちに自力で稼ぐ力を身につけておいてはいかがでしょうか。まあ、こちらのね、無料 Amazon 輸出メールセミナー、こちらにメールアドレスと名前を記入して登録するボタンを押すと、オーストラリア Amazon で稼ぐ方法を、無料でお知らせする、メールマガジンが届きます。まずはこちらを登録してください。今の日本にあって安泰な企業というのはそうそうないんでね、自力で稼ぐ力をつけておくことは必要です。それと、ね、旅行代理店を使っての旅行のプランは、やっぱり良くないな、危険だなと、トーマス・クックまで行っちゃうんだとね、もうここなら大丈夫だろうってとこねえなというのをね、今回感じました。以上、副業サポーター堀秀夫でした。